サラダをしっかり。という号令がございましたが、戦いの火蓋が切られたという言葉の語源はここから来ております。正面向かいまして右手2丁が中筒鉄砲でございます。細筒鉄砲の銃口が約 1.2 センチに対し、中筒の銃口は約2センチ。筒先から火花が出るのがご覧になれるかと思います。細筒鉄砲の約4倍以上の火薬を詰め込んでおります。より大きな爆発音がいたします。中筒鉄砲は威力に優れる代わりに衝撃も凄まじく、使用するにはそれなりに訓練が必要でございます。火薬の量も大変多くなっております。それでは最後の演武でございます。
鉄砲隊の演奏を終了いたします。